つまらんところで立ち止まっていられるか。次だ、次、次こそは勝つ。そのためには手段は選ばん。転校生、初日から遅刻スレスレとはいい度胸じゃないのよ。クラスと名前を言いな。俺の名は合田ジョージ3年生だ。野球で全国制覇するためにこの学園にやってきた。野球で全国制覇？夏も終わったのに何寝ぼけたこと言ってるだ。さあ、子供の頃からエースで4番。この合田ジョージが君たちを絶対に西宮に連れて行くから。応援の練習よろしく。ジョージ、そいつは無理ってもんだ。さ、無理なことも可能と思えば可能になる。よう、心の持ち方一つだ。お前に次の夏は絶対に訪れないんだわよ。なんだと？お前は3年生だわさ。しまった。まさかみんなが絶対に無理だと言っていたのは。まさか気づいてなかったの？本物のバカだ。バカよ。はい、とても個性的な自己紹介でしたね。あとは院長よろしく。一体何のために？はい、私クラス委員の鈴宮茜、よろしくね。やっと会えたね、合田くん。
茜さん、お迎えに上がりました。え？さあどうぞ、俺の傘に。え？なあ、傘忘れた。ちょっと待っててください。あ、好きです。茜さん、付き合ってください。は？そして将来俺のお嫁さんになってください。プロポーズよ。プロポーズだ。初対面で何を言い出すのよ。愛に時間は関係ありません。あるわよ。俺は茜さんを幸せにします。約束します。このクラス全員が承認です。ふざけないで。俺の何が不服なんですか。遠慮なく言ってください。いきなりそんなこと言い出すところよ。ガーン。冗談でもそんなこと言わないで。お待たせしました、茜さん。なに、傘は一本で十分です。さ、仲良くあいあい傘で帰りましょう。どうして？俺、茜さんのこと好きですから。好きだなんて簡単に口にすることじゃないと思う。え？茜さん？俺と茜さんが結ばれることは歴史の必然だが、問題はその前にどうやってお付き合いしてもらうかだ。なんてあからさまな拒否。燃える燃えるぜ。それが険しい道であればあるほど。だがどうすりゃいいんだ。野球一筋に生きてきちまった俺の頭じゃ何も思い浮かばねえ。だいぶ困ってるみたいね。転校初日にプロポーズとは恐れ入ったわ。光月先生。でも相手は学園のスター。守りは固いわよ。私でよければ力貸すけど。力？さあゴーダ、あの扉を開けるのよ。そこを開けばお前は無敵の力を手に入れることができる。無敵の力？この向こうにそんなものが。よし、行くぞ俺。うわー、出たー。この巨大ロボットは。そう、それがお前の力。このゴーダインさえあればお前は神にも悪魔にもなれる。世界を滅ぼすことさえも。あ、ゴーダジョージ、お前の望みは何。俺の望み、それはただ一つ。この力、あの人のために。博士の力、遠慮なくいただきます。博士？まあいいわ。鈴宮。はい。何ですか先生。ダメよ、転校生を放っておいちゃ。暇なら学校の案内でもしてあげなさい。わかりました。じゃあ郷田くん、ついてきて。は、はい。頑張ってね。ありがとう、博士。そこが柔道場で、その先がクラブの更衣室。覚えた？あ、はい。茜さん。何？好きだなんて簡単に口にすることじゃないと思う。そうだ、簡単に口にするなということは行動で示せということだ。茜さんは口先だけの男に用はないと言っていたんだ。郷田くん。茜さん、好きだ。この強引さ、やっぱり男はこうでなくちゃ。もっともっと強く抱きしめて。茜さん。以上おしまい。え？だからこの焼却炉で学校の案内はおしまいよ。
じゃあ私は部活があるから。あ、ちょっと待ってくださいよ。他に何か？いや、用がないなら行くわよ。君が変なこと口走ったおかげで他のクラスの友達からもいろいろ言われてるんだから。俺は全然気にしてません。私が気にするの？言いたいやつには言わせておけばいいんです。大切なのは二人の気持ちです。私も行くね。あ、待ってください。まだです。まだ終わっちゃいません。探すんだ。何か転校生らしい話題を。あれだ。あの裏の方にある丘は何ですか？なんか一本丘の上に木がドーンと生えてますけど。あの俺また何か。行ってみる？え？あ、ぜひ。うわあ！おお！気に入った。何でもてっぺんってのは気分がいいもんだ。そうは思いませんか、茜さん。こんな見晴らしのいいところがあるなんて、さすが茜さんが通う白陵ヒイラギですね。あの、茜さん？もしもし。この木の下で告白して結ばれた人はうまくいくって学園に伝わる噂話。うわー、来た！茜さんはこれを言うために俺をここへ。つまりこの後の展開は間違いない。私、実は郷田君のこと。言わなくても分かっています。二人は今ここから始まるんです。じゃあこの木の下で二人の気持ちを確かめさせて。茜さん。うわー、違う！愛には試練がつきものだ。つまり何？これは。どうして二人の邪魔をするの？大丈夫です。俺は茜さんを、二人の愛を必ず守り抜いてみせます。郷田君。さあ行くぞ郷田院、お前の力を見せる時だ。プラズマカタパルトオープン。敵の力をロケットスクレーター。茜さーん。郷田くん。これだ、これしかない。そうですよね、茜さん。あれ、茜。何よ、黄昏れちゃってどうかした？千鶴、今帰りなの？ラクロス部？うん、3年が引退して人数が減ったから一チームも組めない状態でしょ。ほっとけないのよ。で、そっちも大変そうね、練習。うん。どうしたの？元気ないわね。え？あ、うん、別に。明日、白秋祭の実行委員会よね。 D 組の委員、まだ茜しか決まってないんでしょ？まあね。
多分副委員長の武雄くんになると思うけど。例の熱血転校生どうなった？ああ、郷田くんのこと？聞いたわよ。いきなりプロポーズされたんだって？ああ、あれね。本当何考えてんのかわかんないよ。で、どうなの？OK するの？はあ？ちょっとやめてよ。ただでさえ面倒見させられて疲れてるんだから。冗談よ。でもそういう変なやつの相手するのもたまにはいいんじゃない？もう他人事だと思って。余計なことかもしれないけど、茜はいろいろ抱え込みすぎるから。ありがとう千鶴。でも私は大丈夫だから。じゃあまた明日。大丈夫か？なあ、カネさん！今日こそは仲良く一緒に帰りましょう。私これから白秋祭実行委員会があるの。白秋祭？何ですかそれ？うちの文化祭、委員やってるから私忙しいの。じゃあ。ああ、じゃあ俺もお供します。はあ？郷田くんは委員じゃないでしょ？俺は茜さんの役に立ちたいんです。結構です。なーに、遠慮はいりませんよ。好きな人のためにできる限りのことをするのは当然ですから。やめてよ。あかねさん。そんなんじゃない。あかねさん。ダメ。なぜです？なぜ俺は実行委員になれないんです？転校してきたばかりのあんたに何ができるの？やる気だけなら誰にも負けません。ぜひ俺を茜さんと同じ実行委員に。ダメったらダメだから。なぜ？だってあんたじゃ絶対に勝てないもの。絶対に勝てない。勝てない、勝てない、勝てない。んじゃ、そういうことで。恐るべし白竜ヒイラギ、実行委員会では一体どんな戦いをしているっていうんだ。いや、その前に茜さんはそこで戦っているのか？茜さん一人で？一人で？そうか、白秋祭を目当てに集まる野党ども、茜さんはそいつらから学園を守るために戦っているのか？私がここで負けたらクラスのみんながやられちゃう。私は下がれない。いかん！そんな戦場に愛する茜さんを一人置くことなどできん。たとえ勝てないと分かっていても、男には戦わなくてはいけない時がある。今立たなくて何の男か。そうだ、戦うんだ。俺は愛のために戦う戦士となる。待っていてくれ茜さん。はーい、みんな揃ってるかしら？じゃあ委員会始めましょうか。マリモ。進行は実行委員の役目でしょ。教え子の自主性ないがしろにしちゃダメじゃない。光月先生、名前で呼ばないでいただけますか？あら、ごめんなさい、神宮寺先生。またやってる。二人ともなんでこうも張り合うのかね。マリモちゃんどうせ負けちゃうのに。なあ、ね。では実行委員長、あとお願いします。はい。3年 B 組の榊千鶴です。まずは今年の白秋祭のテーマについて話し合いたいと思います。去年と同じでいいと思います。賛成。なんたって74年の伝統だしさ。他に意見は？別にいいよね、同じでも。どうせ文化祭には変わんないしな。好きな人のためにできる限りのことをするのは当然ですから。提案があります。郷田くん、これが噂の？茜さん、助けに来ました。安心してください、俺が来たからもう大丈夫。はぁ？みかん！ちょっと、あなた実行委員じゃないでしょ。邪魔しないで。わけあって委員にはなれなかったが、俺もこの学園の生徒の一人。文化祭を成功させたい思いはここにいるみんなと一緒だ。分かってほしい、メガネの少女よ。ちょっと、あの子光月先生のクラスの転校生でしょ。そうよ。どういうこと？まさか全部あんたの仕込み？
さあ。で、ゴーダ、無理に乗り込んできたんだから何かあるんでしょうね。神月先生、煽らないでください。博士、全てはこのゴーダジョージの戦いっぷりを試すためだったんですね。受けて立ちます。そう、じゃあ聞かせてもらうわ、あんたの提案ってやつを。待ってました。未来をつかむための構造改革ってやつをお聞かせしましょう。おお、改革だって。そう、我が構造改革とはズバリ白秋祭に代わる新たなる文化祭の名称の提案。今我々がなすべきは普遍的お題目を掲げることにあらず、一本筋の通った精神的支柱の構築こそが必要なのです。誰もが納得し、誰もが慕い愛する名を冠し、この文化祭を永遠のものにするべきなのです。おお、なるほどね。でもゴーダ、そこまで言っておいて半端な名前だったら同じ D 組の鈴宮に恥かかせることになるけど、それでも提案するのね。バカネさん、その目は不安を感じているんですね。しかし大丈夫、俺には無敵の力があります。無敵なんて気持ちのいい響きだ。アカネさんへの愛で満たされている今の俺にはもってこいの言葉じゃないか。なんか笑い出したわ。気持ち悪い。それではお聞かせしましょう。新名称はこれだ。アカネ祭りって。アカネ祭り、それは史上最高の女性であるアカネさんをテーマとして全面に押し出したアカネさんによるアカネさんのための文化祭です。ほーら、見えてきたじゃないか。はあ、天国が見ろわって。ふざけるのもいい加減にしてよ。何が茜祭りよ。茜のこと何も知らないくせに。死んだ。死んだな。榊さん、とどめ刺しちゃえば。なぜだ。パラダイスは目の前なのに。茜さん、あの…最低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 …俺は…バカ…あの熱血バカ、よりによって茜祭りなんて、もう最悪だよ。
茜は委員長だから転校生の面倒を見るのは仕方ないことだけど同情するわ。なぜだ、なぜ俺だけ B 組にクラス替えなんだ。やり直しを要求する。 B 組って千鶴のクラスだよね。え、千鶴は B 組の委員長だから転校生の面倒を見るのは仕方ないよね。えー、次回茜マニアックスお楽しみに。